そうれいがあなたの、生きる道。近頃私たちは、いい感じ。はい、そんなこんなで始まりました、マリオメーカーです。今日は、投稿時間が遅くなってしまい申し訳ありません。その代わりに、早く死にましたので許してください。今回は、まずはモフさんのコースで遊んでいくよ。ツイッターでコースをいくつか教えていただいたんだけど、どのコースもすごい難しそうなんだぜ。ヘタレなウプ主は、その中でも比較的できそうなコースを選んでみました。わざわざ苦手なタイプのコースを紹介してくるあたり、ゲフンゲフン。今度他のもチャレンジしてみるけど、ウプ主の腕前は中の下くらいなので、期待せずに、お待ちください。霊夢、他の投稿も見ていただいてるみたいだから、霊夢には何も期待してないと思うから、楽に言っていいと思うよ。それはそれでなんか悔しいよ。とりあえず、このコース2回目の挑戦でクリアして2回してやるんだぜ。ここまでは、奇跡的にうまくこれてるよね。早すぎず遅すぎず行くのがコツみたいだね。あ、やべ、これ落ちた。って、なんか助かっとる。何か隠しブロックでもあったのかな。おい霊夢、このコースはどうだった？私の得意な感じの仕掛けで、すごい楽しかったよ。ぜひ、他のコースもこんな感じのコースを、やらせてください。くるくるくるでおなじみ、朝川さんの全自動やっていくよ。あ、あれ？なんか違くない？最初にコインでダッシュって書いてあったんだぜ。では、改めて今度はダッシュでいきます。波乗りピカチュウが楽しそうに遊んでるね。このドクロウェーブの仕掛けは、以前にエルさんが作った、ちはやさんとコーダさんのコラボ記念コースで見たのと同じ仕掛けだな。あっちはトゲコンボが大迫力だったけど、こっちの全自動はちょこちょこ動いて目まぐるしい感じだね。そうだ、モフさんも言ってたけど、朝川さんは全自動職人としてすごい職人さんだよね。今までにもいくつもやってきたけど、どれも本当にすごい全自動ばっかりだったよね。うん、それに今度はスピランコースの職人も目指してるらしいよ。マジか、それは楽しみなんだぜ。今度は、ストップって書いてあったよね。アミーボは、マリオ3で出てきてた、カエルマリオなんだぜ。やだー、なにこれ、気持ち悪くない？すんごく長い蛇みたいなのがグネグネしてるね。空を飛ぶカエル、か。あ、喋ることが、なくなったんだな。そういう時は、ほら、あれだよ。あ、あれをやるのか？さすがにあれはやばいんじゃないのか。では、喜んでやらせていただきますね。うっぱー。すごいよすごいよ。ねえマリサ、すっぽーい。マリサの顔がキモくて、すっぽーい。わー、すっぽーい。今、すごいものの中に私が入ってなかったか？というか、いくらなんでも叫び声だけで尺を取りすぎてない？お、今度はゼニガメか。不思議だねが良かったな。このコースは、夏に涼める全自動コースっていうコンセプトらしいから、そこは仕方ないな。今度は、歩く半自動だね。こんなの、一体どうやったら作れるんだろうね。全自動職人朝川さんなら、きっと頭の中でマリオの動きが完全にイメージできているんだろうな。霊夢の頭の中なんて、ご飯食べることと寝ることしかないのにね。あったかい布団で、ぐっすり寝る。こんな楽しいことが、他にあるか？なんか、どこぞのタヌキ型ロボットが出てくる漫画で、聞いたようなセリフだな。のび太くんって、実は名言がかなり多いよね。のんびり行こうよ、人生は、ってのが、私は好きです。そんなセリフを小学生が言うのか？随分つけてるんだな。でもほら、のび太って無人島で何年も過ごして大人になっちゃったことがあるから、精神年齢は結構老けてるんじゃないのかな。あの時は、タイム風呂敷で肉体は若返ったけど、タイム風呂敷に精神まで若返らせる機能があるのかどうかが問題だよね。若返った後も無人島で過ごした記憶とかは持ったままだったから、私は精神年齢は変わらないと思うね。てか、いつまで青タヌキ型ロボットの話をしてるんだ？この動画は、マリオメーカーなんだぞ。あ、ごめんつい盛り上がっちゃって。同じく。作
者さんは、今はスピランコースも作ってるみたいだから、そっちも楽しみだな。他の方も、コースどんどん送ってきてくださいね。霊夢下手くそだからクリアできないのもあるかもしれないけど、それは許してくださいね。最後に、おまけで音楽コース行きます。黒のトリガー、やりたくなっちゃったね。久しぶりに強くてニューゲームで始めてみようかな。では、今回はこの辺で終わります。ご視聴、ありがとうございました。